ロシアによるウクライナ侵攻が始まって早2ヶ月が経とうとする頃、戦況は泥沼の様相を見せており、ロシアが願っていた早期決着はもはや夢物語と化しているよ。ロシアは首都キーウ・ロシア名キエフの早期陥落に失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だしな。4月中旬になり、東部の要衝マリウポリではロシア軍による激しい攻撃に見舞われており、多くの市民の犠牲が案じられている状況で、ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているからね。そんなロシア軍だが、今までの戦況は決して順調ではなく、むしろ劣勢に転じているのではないかとの見方も強まっています。実際、ウクライナに対しては西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシア軍の士気は低下し、名だたる指揮官を任命して挽回を図っているようだが、すでに戦費や武器弾薬の欠乏すら囁かれているぜ。中国の習近平政権とは蜜月をアピールしているプーチン大統領だけど、欠乏している武器弾薬の支援を中国に依頼したところ、柔らかく断られてしまったという話もあるようで、ロシアはまさか孤立無援ではないかとの見方も強まっているんだ。そんなロシアが、八つ当たりのごとく周辺各国に対して軍事的圧力を強めているよね。ああ、そして、その標的は我が日本にも向けられているぜ。国民として、この事実は絶対に認識しておかなければならないし、日本政府としても厳重に抗議するとともに、現実的にロシアによる日本侵攻を意識した国防対策を講じてほしいと思うのは、みんなの共通意見だよな。そうだね。さて今回は、ロシアが日本に対して行っている軍事的圧力行為の真相と、その目的などについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国防省が2020年4月1日に発表したところによると、極東管区に所属するロシア軍が、日本の北方領土である、国後島及び択捉島両島の演習場において、1000人以上が参加する軍事演習を開始したと発表したよ。実は、北方領土や千島列島において、ロシア軍が訓練を行ったのは今回が最初じゃないんだ。ロシアの政府系通信インタファクス通信が2022年3月11日に報じたところでは、ロシア国防省からの発表として、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区が北方領土を含むクリル諸島において、移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えているね。この演習では、ロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施されたもので、ロシア国防省では発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調しているよ。この時の訓練は、あくまで対空兵器の運用向上のための訓練であるとし、北方領土において直接的な訓練を行ったものではなかったとされているんだ。だが、4月に行われた訓練においては、対戦車ミサイルや自走砲などによる射撃演習やドローンなども投入されており、ましてや国後島や択捉島など北方領土を舞台にして行われたとされており、日本が主権を主張する領土内において軍事訓練を行ったことについて、日本に対する明らかな意図があるのではないかと軍事関係者は見ているぜ。訓練が行われていたと思われる2022年3月30日の18時半頃から1時間ほどの間、根室市内からは国後島方向に照明弾のような明るく強い赤い光が数回光ったとする映像がテレビニュースで報じられており、国後島方面を哨戒中の根室海上保安部の巡視船も、同じ方向に照明弾と思われる明るい光が複数回発光したのを確認しているよ。根室海上保安部の佐藤明人次長によるとロシア当局から、ロシア軍が2月下旬から射撃訓練を実施すると通報があったとされ、巡視船が警戒に当たっていたところ、実際に照明弾の明かりを確認したことを公式に認めているみたい。ロシア軍は、2022年3月25日にも北方領土を含む、クリル諸島全域で3000人以上が参加する軍事演習の実施を発表したばかりで、ウクライナ侵略に対する制裁に日本が積極的に参加していることに強く反発していることから、立て続けに訓練を行ったものと思われているぜ。日本の制裁に対する報復の意味も込められているってわけだね。堂々巡りになっちゃいそうだ。そうだね。プーチン大統領は、自国に対して制裁を加えてくる国々を非友好国と指定し、それらに対する圧力や制裁返しを繰り返しているから、特に、北方において国境を接する日本に対しては、ロシア太平洋艦隊による宗谷海峡や津軽海峡への艦隊侵入など、軍事的な圧力をアピールしていたところであり、北方領土を含む千島列島において、ミサイル発射などの軍事訓練を強行したことは、日本国内においてもセンセーショナルに取り上げられたよ。
さらにロシアは非友好国との交渉を進める状況ではないとして、以前より進められていた平和条約交渉の停止を宣言しており、それに加えての今回の軍事訓練は、日本に対する G 行動の一環ではないかと見られているな。それだけに飽き足らず、この先さらに北方領土周辺での軍事活動が活発化する可能性があると懸念する声が上がっており、中には北海道侵攻の可能性を考え、現実的な行動に出るべきではないかとの声も上がっているぜ。実際、インターネット上ではロシア軍が北海道上陸を狙っているなどとして警戒するべきだ。こちらも何らかの軍事的姿勢を見せるべきだとする声が上がっているもんね。確かに、第二次世界大戦が終了した直後、日本は無条件降伏を受託したにもかかわらず、当時のソ連は北方領土を含む千島列島や当時日本領であった南カラフトへ侵攻し、現在に至る実効支配を行うことになったんだ。そして、当時の指導者スターリンは、連合国側に対して北海道の占領と領土化を参戦の条件としたことは今でも知られているよ。当時のアメリカ大統領トルーマンはあっさりとそれを却下しているんだが、北海道に対する領土的野心は今のロシアにまで受け継がれていることは間違いのないことだな。それじゃあ実際に、ロシアが北海道に侵攻する可能する可能性があるのか、少し考えてみようか。そもそも、ウクライナ侵攻の発端はベラルーシとロシアの合同軍事演習との口実で、多くのロシア軍がウクライナ国境に集結し、西側諸国はブラフだろうと見ていた事実もあるんだよね。だから、今回の北方領土周辺の軍事演習も、あわよくば北海道に侵攻するぞというロシアの具体的なアクションにつながるのではないかと危惧している人もいるんだ。とはいうものの、2022年4月時点において、ロシア軍はウクライナでの苦戦が伝えられ、その被害が膨らんだために戦力が不足しているとの見方も出ているよな。そのため、シベリアなどの極東地域からも、かなりの兵力を引き抜いてウクライナに回しているとの噂さえあり、実際に日本海など多くの装甲車両を搭載した輸送艦が移動しているところも確認されており、その噂は事実と考えてもいいかもしれないぜ。逆を言えば、北海道に侵攻することを考慮した場合、追加投入するべき戦力はウクライナ方面に釘付けになっていて全く見込めない状況とも考えられるよね。ああ、だから、数千人規模の演習を足がかりにして、北海道に侵攻する可能性はほとんどないと見てもいいだろうな。さらにネット上ではロシアに呼応して北朝鮮が参戦する可能性との書き込みも散見されるけど、北朝鮮に直接日本に侵攻する力があるかは疑わしいものの、威嚇行為として弾道ミサイルを撃ち込んでくる可能性はゼロとは言い切れないんだ。最近の北朝鮮は、極超音速ミサイルの発射などを繰り返し、既存の防空兵器では対応できないミサイルが仮に発射された場合、残念だけど国民の生命や財産に被害を受けてしまうことがあり得るんだよね。ロシア自身が大規模な侵攻は行わないまでも、呼応する各国がどのような行動を取るか、中国だって、尖閣諸島に同時侵攻してくる可能性はあるから、ロシア中国プラス北朝鮮プラスの出方をそれぞれに見ておかなくてはならないよ。さらに、ウクライナ侵略による戦闘が終結した後のことも考えておく必要があるぜ。その時には、アメリカと EU を中心とする、NATO 北大西洋条約機構加盟国による民主主義陣営と、ロシア中国北朝鮮などの専制主義陣営による新たな冷戦構造が出来上がっていると考えられ、日本はかつての東西ドイツのように冷戦の最前線の位置になるな。ウクライナでは失敗したが、次にどこかやりやすい国はどこだ、専制主義陣営が考えるのは、まさしく日本だろうな。そのことと踏まえて、日本の国防を論じてもらいたいもんだぜ。そうだね。ウクライナ侵攻以降、日本の国防はどうすべきか、どうあるべきかとの議論がテレビの報道番組やインターネット上で盛んに行われているけど、助けを求めるウクライナに対するアメリカのバイデン大統領の行動だけを見ると、一緒には戦わない兵器などの支援は行うから頑張れという姿勢に、疑念を持つ意見も増えているよ。日米安保条約が、本当に有効に機能するのか、そこに対する不安を感じているならば、日本独自の国防と、目に見える抑止力を発揮すること、この3つを早急に考えて実行してほしいと思うよね。うがった見方をすると、アメリカが、もはや世界の警察官としての矜持を捨て去り、自国のことのみしか考えられない状況になっているとも感じられるかも。確かにな。つまり、第二次世界大戦参戦前のアメリカ第一主義に戻ったのは明白で、今のアメリカ国民は、自国兵士の血を流してまで日本を守ることに対して否定的な態度を取ることは間違いないよな。まあ、たとえ、北海道にロシア軍が侵攻してきたとしても、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証はない、ウクライナの実情を見て、そのようなことを感じる日本人が少しでも多くなること、そして自分の国を自分たちで守ることの必要性を、
改めて考えてもらえればいいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。